中国におけるボディビルの歴史は1930年代に遡る。公衆において初めて中国にこのスポーツを紹介し、その宣伝に努めたのはミッションスクールの学生であった長竹光である。長竹光はアメリカでボディビルの研究会に通い、最新の知識を身につけていた。初めの頃は批判も多く、 もう東時代の中国共産党はこのスポーツを公然と非難し、1953年には正式に禁止した。それからボディビルが中国で解禁されるまで30年近くの時間を要することになった。解禁後は男子のボディビルコンテストが開催され、1985年には中国も国際ボディビル連盟の加盟国となった。 女子の大会も間もなく開催されるようになった。現代の中国にはボディビルを所管する全国的な競技連盟である中国ボディビル協会が設立、運営されている。長竹密ボディビルが中国で初めて実施されるようになったのは1930年代である。中国のチャールズ・アトラスと称された長竹密が中国にボディビルを持ち込んだ人間としてその名が 残っている。上海のミッションスクールの学生だった長竹光は後にアメリカに渡って健康増進と体の鍛錬のためにボティビルのセミナーや研究会に通うようになった。彼はそこで得た最新の知識を同級生と分かち合うとともに一緒になって国交大学でこの競技を広める活動を始めた。長竹光は1934年に 筋肉育成法という本も書いている。北京在住の林中英が蝶武光と知り合ったのは1940年代である。林中英もまたボディビルの虜になり、地元にあったキリスト教青年会の建物の中にジムまで開設した。しかし、中国ではどこにジムを構えようとボディビルに夢中になるのは裕福な若い男性だけで。 それ以外の人にとっては、経済的理由からも健康上の理由からも、この競技を行う余裕などなかった。それにもかかわらず、農夫や肉体労働者といった、文字通り中国社会の貧しい階層の人からの反応は悪くなかった。1953年、一貫して、ボディビルをブルジョア的で、西欧の資本主義国家に始まる、非生産的で、 ナルシスティックな美の追求を行う競技であると非難していた中国当局から林中英は左門を受けることになる。政府がボディビルにこのような硬直的な態度を見せたことについてはボディビルがオリンピックの種目ではなかったため国家として支援する動機に乏しかったことも理由の一つに挙げられる。同じ年に毛沢東率いる中国共産党は中国における ボディビルを禁止した。ボディビルの禁止は30年間続き、1983年に正式に解禁された。しかし、禁止されている間も中国ボディビルの父と呼ばれたロータクダマのもと、密かにボディビルを実践する人は少なくなかった。ロータクダマはアメリカにおけるボディビルの第一人者であるジョー・ウェイダーとも交流があり。 中国ウェイトリフティング連盟にも関係が近かった。その後、中国において最も影響あるボディビルメディアとも言われる雑誌、県予備と中国ボディビル協会は、初めての全国的ボディビルコンテストであるヘラクレスカップを主催するに至る。1985年には、広東省の住民であるユアング・オフィが民間では初のフィットネスクラブ券ボディビルジムを開き、 自らもボディビルのイベントの主催を続けた。この年、中国は国際的なボディビル団体である国際ボディビル連盟の128番目の加盟国になった。この時初めて女性も参加者として大会登録ができるようになったが、当時は女子選手はワンピースの水着を着なければいけないという条項があった。女性もビキニで競技できるかどうかについては大いに議論がなされ、 ビキニ論争と呼ばれるほどだった。国際基準に照らせば、女性はビキニを着なければならなかったのである。1986年には、新鮮で、ヘラクレスカップが開催され、中国で初めてビキニを着用した選手が参加した、ことで注目された。1980年代には中国にも数えきれない、ほどのフィットネススクールやスポーツ用品店が生まれた。 中国は1990年に国際ボディビルダーズ連盟に加盟した。その頃から次第に国際的に活躍する中国出身のボディビルダー選手も登場し始めた。59回の世界アマチュアボディビル選手権、男子部門と同時開催された国際ボディビルサミット及びエキスポが2005年11月に上海で開催された。中国におけるボディビルを全国規模で管理。 運営するのは中国ボディビル協会である。同協会は1992年9月8日に設立された。上海は中国におけるボディビルの中心地とされているが、この地域は上海ボディビル協会の管轄である。ありがとうございます。